断ち切り場面に、若旦那の源次郎は小夏という芸者の様子を聞きに来たようです。源次郎、田舎の方はもうこりごり、遊ぶどころか何のことはない。座敷牢、まさか座敷牢でもなかったが、何しろ随分窮屈だった。はじめ言うのには、向こうへ行きゃわかること、俺の代わりに行ってくれとこう言われたから、気もつかず向こうへ行くと驚いた。もう俺より先へ書面が回っている。散々芸者狂いをやらかし道楽をしてしょうがない次第であるからということが送ってある。私が行く前にそれで知れておったら、小夏のところへ金の少しも回しておくとか何とか言って聞かせることもあったんだ。それだから無情な人だと小夏が恨んでいるかと思って、そればかりが心がかり。そうかと言って手紙をよこすこともできんし、ただもう一日することもないから貸本などを取り寄せて読んでいるばかり。他に何にも楽しみもない。それからあんまり立ち切れないから病気を使い始めた。すると田舎のおじが大層心配をして、まあそうでもない、ブラブラ病気でも出やしないかと思って、まあ東京へ郵便を出したような塩梅。それから2、3日でもないが、じきに番頭が迎えに来た。けれども私は迎えに来たとは知らないんだよ。番頭が何しに来たと思ったら、あなたのお迎えと聞いてほっと息をついたよ。そう、小夏は相変わらずやっていますかい。女房、結構でございましたね。それでもね、まったくこうお早くお帰りになったのも、あなたがよくご辛抱なさったからでさあね。金太、若旦那、小夏はね、芸者などは旦那があるとかマブがあるというと、じきに人気を落とす家業で、あなたの持ち物と決めたもんだから、ぱったり口がかからねえから、わっちもね気の毒になったから、まあ今に若旦那がおけんなすったら、抱えでもしたらよかろうから、そんなに心配をなさんなと、こうまあ慰めておきやして、それなりけりになっておりやす。源次郎、それじゃあ抱えでもいたかね。やっぱり一人でポツポツ出ているかい。おい、そこの戸棚にある文庫をここへ出しな。もう泣いてるぜ。本当に女ってものは涙っぽいもんじゃねえか。早く持ってきねえってことよ。とせかれて女房は泣く泣く文庫をそこへ持ってまいりまして、若旦那がお聞きなすったらさぞ大驚きなさるだろうね。まあ黙っていろい。若旦那、これをご覧なさい。手に取り上げてみる。こりゃ封のまま小夏のところから私のとこへ送る手紙だ。そうでげす。みんなで37本ありやすが、これを持ってくるうちはまだよかったんだ。ちょっとお座敷の雪かけですから持ってきました。どうか田舎へ届けてくれってこう言うんでげしょう。だが届けるわけにいかねえと言うと気をもむと思うから、届けよう届けようと言い、これだけたまったんです。しまいにはここへ来て愚痴を言うんでげす。あんなにお手紙をあげたのだから
1、2度くらいはお返事がありそうなもんだ。こうお返事も来ないところを見ると、若旦那のお心でも変わったんじゃないか。若旦那のお心が変わったなら、私は死んでしまう方がましだ。なんて、とんでもねえことを言うんでげす。わっちが言うにゃ、わしゃ、言っちゃ見ねえが、若旦那は田舎へ行って、座敷へ込められて、窮屈な思いをしているのも、お前のために金を使ったから預けられたんだ。そんなことをおめえ、ぐずぐず言うじゃねえ。気を取り直して、一つも余計座敷を務め、家計でも置いたとか、三味線が2丁増えましたとかいうのが、若旦那へのご奉公だ。そうぐずぐずと愚痴ばかり言っていて、座敷を仕込んでちゃしようがねえや、と、こう小言を言うんです。それから、だんだん体が悪くなりまして、塞ぎ出したんです。元来、内気の時計、塞ぎ出したから、お前さん、座敷へ出たって、食もたれみたいな風で、もちろん、芸者が座敷へ出て、塞いでいられた日にゃ、面白くごわせんから、客がちっとも口をかけません。それからわっちも心配をしやして、今村さんを連れて行ったり、心安い医者を連れて行ったりして、だんだん見てもらいますと、全く血の技だと言うんです。ところがとうど、三などの挙句に出る、血老ってやつになりやした。すっかり痩せてしまって、なんだったな、この一月、あれでも、いつか座敷へ出たんだっけな。場面、三へ続く。